役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、狂信者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ、見えてる時もあるし。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン6番のプレイヤーが発言します。見えなくなってしまう。はい、そうですね。一番最初の、ね、発言になったってことで ね、じゃあね、自己論というかね、お願いですね。とにかくね、霊媒師さん、占い師さん、一巡目でさっさと出てきてきてください。まずはさっさと使用ですね。はい。そしてくださいっていう感じですね。なぜかっていうと、俺が困るからですね。俺の位置でね、なんだね、スラだなんだね、潜伏だとかね、言われるとね、グレー釣りのね、精査がね、追いつかないですよね。はい、なのでお願いいたしますっていうところですね。まあこれはね、俺の願いね。でね、占い師と偽、占い語りの偽ね、これの精査はね、俺結構自信あるからね。うん、だからこそ出てきてくださいってね。だって俺一巡目でしか判断できないんだよね。だから出てきてください。もう立ちどころに真と偽はつきます。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。村です。村川陣営です。使用ないです。よろしくお願いします。まあ6番さん言ったように、占い潜伏だとちょっと僕のメモがね、追いつかないので出てきてほしいんですよ。でこのゲームやっぱりとにかく占い審議が大事かなと思ってるので、一回潜伏されちゃうとそれ難しくなっちゃうからでっていう感じなんで、とにかく占いさん出てきてほしいです。まあ、霊能さんは、出てきてほしいな。ロラな、2人になったらロラは僕は完成したいなって感じですね。あとはね、全員には触れない。気になったとこしか触れないです。時間なくなっちゃうのね。なので、そこは許して。特に気にならない人は別に触れる意味ないから、無理やりなんか、難癖つけてもしょうがないの。こんな感じです、僕は。占いさんは潜伏をやめてほしい。よろしくです。8番のプレイヤーが発言します。まあ7番さんと反対ですね。潜伏すればいいじゃないですか。あ、初日に関しては許しますよ。2日目と3日目はねダメですよ。みんな芯追えないから、すごい話術がない限り無理。うん、だから私は1周目でも2周目でもどちらでもいいですよ。うん、出てくれるならどちらでもいいですよ。ゆるくしないと2日目3日目で出る人がいるから、2日目に出る人とかいたら困るからね。そこは絶対に許しませんけど、初日に関してはゆるやかにしないとわけわかんない行動を取る人が出てくるから、だから私はね、初日はどっちでもいいですよ方式です。7番線みたいに縛り行動をするとね、わけわかんない動きをしちゃうんですね、反動で。うん、皆さんも役職で狂人が飼われるの見たことありますよね、役外の時に。なんか変な行動したいんでしょうね、人って。村の時に真面目な行動ばっかり取ってるから、その反動で。そうなりかねないから、やっぱり占い師はどっちでもいいですよ。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。7番と8番に関しては、占い審議判断をするときに、8番はおそらく占い師の発言の判断でつけるんやろうなって思いました。だから7番と8番やったら割と8番の方が印象いいです。2週目とか2日目に出ても占い師の審議判断を発言からするという理由からです。うん、6番に関しては、まあ、自分の立ち位置を、まあ、わきまえて、わきまえてるって感じかな。トップバッターやから役職者が出てもらった方が、精査が実施点を追いつきやすいっていう感じなんで、まあ僕は霊能者であること
お伝えしておきます。1番のプレイヤーが発言します。占い師七次郎、占い師七次郎です。いや、9番霊能を把握しました。まあ、霊能とかそういうのを省いて、6、8、9、ね、怪しくないなと思いました。6に関しては、まあ、怪しくないというよりは、その位置で、まあ、精査しようとする意欲で、そういう発言になったんだろうと思うんで、別に突っ込むところもありません。8に関しても、6、7に対しての発言に対して、いや、別に2日目はいいけど、1日目はダメで、いいでしょ、別に潜伏でもっていうのも、まあ、なんだろう、変な言い方、個性があっていいなと。突っ込むところもないしと思ったら、まあ、2、3、4、5、うん、ここに二郎をちょっと見て話を聞いていきますよ。まあ、盤面、また、固まったら、2周目頑張って話します。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、以前、まあ、ここまでの発言者の中で触れていくんだけど、9番さんが発言していた8番さんは占い精査を、占い師の発言から精査していくから、なんか信用できるなみたいな、信用できるとは言ってなかったかもしれないけど、みたいなところを拾っていたけど、8番さんそんなこと言ってたっけと思って、基本僕6、7、8からは潜伏がいいとか悪いとかみたいな話に尽きていたと思ったから、キューバさんそんなこと言ってたかなと思いな、橋本さんそんなこと言ったかなと思いながら引っかかってたら、キューバさんが最後にしれっと霊能ですみたいな感じで出たから、出方も違和感だし、なんか僕は8番さんのその発言広げてなかったから、僕の把握漏れだったら申し訳ないけど、なんかそんなこと言ったかなっていう違和感で、1番さんはキューバさんの出方とかそういうところ引っかからなかったんかなっていうところで、まあ、そもそも僕の把握漏れだったら申し訳ない話なんだけど、だからまあ9番さんに違和感、そこに引っかからない1番さんにも。3番のプレイヤーが発言します。8番さん白です。8番さん白結果が出てて、1番さんが対抗で出てきて、この後出てこなかったら1番さん狼で見るっていうか、狼でしかないんだけれども、わりかし2番さんが1番村かなって思いましたね。私も9番さんが最後に霊能って出た時に他に対抗いないのかなって思ってるさ、なんか 1番さんっていうのは9番さんのなんだろう、もう霊能なんて言ったらいい、9番さんの霊能アンハイみたいな分かってるかのような発言として1級はないかなって思ってますね。で、8白結果を持ってるんだけれども、そのなんだろう、1番さんっていうのが2、3、4、5に二郎を見ますねっていう発言から、1番さんの黒っていうのが私からしたら思ってて、だから8番さんの強人っていうのも私はありえます。で、6番さんに対して思ったことは、占い審議、霊能審議得意です、めちゃくちゃ聞きたいです。4番のプレイヤーが発言します。3番さん、それだったら1番強人もある目線じゃないの、3番目線って。9番のこと分かってるかのような話って、1番って狼ってより強人で9番が真確定してるような話し方っていうんだったら分かるけど。うん。っていうところは若干気になるぐらいかな。気になるぐらいかな。そこかな。いや、ただ1番に若干気になったのが、9番が出た時に9番が最後に霊能って言ったじゃん。の時に、なんか、なんて言うんだろう。うわ了解しましたみたいな感じで、あ、9番霊能ですみたいな、なんかそのうわみたいな感じの、あれ何の意図で言ったんだろうと思った。うわってなんだろうと思った。なんかうわって言うほどでもないなと思ったから、そこは若干気になったぐらいかな。まあ、精査で言ったら3番さんが若干おかしいと思うよ、精査で言ったら。まあ2番とかはまあ別にその出方は自分気にしないからな、別に。9番とか別にわざわざ怪しまれるようなこと言う気はしないでしょ、さすがに。最初からポンって言うでしょ、そこぐらいは。5番のプレイヤーが発言します。ございます。プラグト陣営、特に使用ございません。1番って9番が使用したときにうわって言ったっけ、ちょっとわかんない。わかんないな。ただ3番の1番殴りはちょっとおかしかったな。1番って、まあ、6から9に対して、二郎が見えないから後半に二郎いるんじゃないかっていう話し方だったと思うから、それは若干おかしいかなと思った。それで視点破綻はなくない？多分1が死んだった場合って。って思いましたかね。まあ、比較的2番さんの1番さん殴り、9番さん殴りはまあ良かったかなと思います。まあ、どうだろう。
まあ、現状グレーでは私もそこは思ったので、8番さんに対して9番さんが指摘してたところ、まあ、共感しろは2番さんかなっていう感じ、4番さんに対しては今のそれがちょっと気になったぐらい、まあ、6番さんが村人で同陣営だったらめちゃくちゃ頼りがいあるなと思う。6番のプレイヤーが発言します。もうね、あの占いの真偽ねついちゃったんだけどね、これね言うとね俺ね釣られるからね、もう出とこよ騎士なんです、はい、で占いの真偽ついちゃったんで、俺っていうのは新占いをねあの守りますんで、ね1が真で3が黒です。はい、グレー詰めます。2、4、5、どこからか行きます。キューバさんが指定してね、はい、俺は騎士なんで、もう、俺が噛まれるか、9が噛まれるかで、1は絶対に噛ませません、1真なんでね、はい、3番の黒要素言いますよ、もうあのズバリ言います。3番さんは視点付けしてる、6、7、8が白っていうのが知ってる人間です。3番さんはね、1がね、6、7、8に、一人狼もいない、いないから、あ、違う違う。6、7、8に二人狼入れるようにいないから、2、3、4、5に二人狼でしょうって言ったのは、まずね、9がね、霊能確定している。ほんで、1の白先が7です。二人狼いるとしたら、6と8しかありえないんだけど、6、8の両黒っていうのが見えなかったっていう視点は、1は真なんだよ。だけど、3っていうのは、あなた目線ね。自分がね、8白でしょ？そうしたらね、じゃあここにね、黒いるんであれば、6、7どっちが黒なの？1、7黒黒なの？だそんなことも言えないのに、何？無駄に黒塗りしてるでしょ？俺結果騎士だよ。はい。どこ黒塗り？はい。6、6、7、8、9に黒いますか？騎士と霊能いますよ。あなたが、もし、黒、ここにいるんだとすれば、7しかないんですけど、はい。3黒です。はい。2、4、6、5、どっからでも詰めても OK。 俺は17番のプレイヤーが発言します。やばい、6番さんすごい、これも勝ちじゃないですか。1進僕確定しろで、9番さん確定でしょ、で3番さん黒でしょ、で僕はね、2番4番はかなり白かったんですよね。まあっていうか、白かったっていうか、黒は絶対ないなと思ったんだよね。あの、2番さんが1番さんに対するツッコミ。で、まあ、4番さんもしっかりだよね。なんで、まあ、今日、グレーでいきますよね。僕は個人的にはあるとしたら5なんですよ。まあ、そういった意味でね。役職に遠慮なくガンガン突っ込んでたから、2、4は。だから、黒やらないでしょ。あって強靭だったかなと思ったんだけど、この盤面決まったんで。だから釣り茶もキューバンさん指定してください。なんか勝ちっぽい。ありがとうございます。霊能さんに従います。8番のプレイヤーが発言します。まあ、6番さんが言う通りであれば、7番さんとで勝ちなんだけど、まあ、俺はわからないですよ、まあ、1さんは。まあ、ただ、まあ、今日は、まあ、6番さんがもう1守るって言ってるんだから、もう9番さん噛まれるっていうことになるから、9番さんがランテージしてほしいなって思いますよ。うん。基本、だって9番、5は6だよね。噛まれるとしたら。うん。まあ、9番が残ってれば、まあ、9番が、6番が残ってれば、6番が、まあ、ゲームを作っていって、まあ、もちろん、1、3の話聞きますよ。うん。話聞きますわ。なので、9番さん、とりあえず、ランテージしてもらう。まあ、自信があれば1本だけど、2、4、5の中の、まあ、ランテージしてもらったらいいんじゃないですかね。うん、あと、キムさん噛まれるかもしれないし、そこにの中の2択があったら、そこの中で選びますよ。あと、2周目聞かないとわからない、2、4、5はね。まあ、占い師を見分ける専門家が棋士にいるなら、それが本当に合ってるなら、まあ、ラムさんの人に村勝つんでしょうから、まあ、とりあえず、1、3、ただ私はまだわからないですね。1、3は、はい。全然まだわからないんで、うん、だからもう一回聞きたいなって思ってますよ。グレーの、あと二日目ちゃんとね、真につけなきゃいけないから。うん。まあ、一さんの話聞いて、今日、ローどっちかってのをまず判別しなきゃいけないからね。それによって、今日だったらどこかに二郎一、自分以外の二、四、五、七に二郎いるってことだからね。それが見えなきゃローってことだから。そこら辺はちょっともう一回、後半一の人の話聞きますよ。以上です。はい、9番のプレイヤーが発言します。占いの、審議判断については6番さんが多分正解やと思ってます。
で、今日の乱視点は2番と5番です。はい、5番に5票入れて、2番に4票入れてください。うん。2番って8、7番、8番の話聞いてたんかなと思って。で、9番の話も聞いてないでしょ。6番が盤面上、その、盤面がはっきりしてないと発言ができないので、あの、例の使用をしてあげたんですよ。6番のためにね。話聞いてました。6番の話も聞いてないでしょ、2番さん。俺は全然わからないんだけど。はい、6番さん、1守ってもいいですよ。もう1が狼であってほしいな。で、統一占いでお願いします。1番が狼やったとき、相方8やと思います。8の場合しかないと思います。誰かつって1の結果が上ならもうほぼ、はい、統一占いでお願いします。もし例の結果、まあ、隠し色2つできたら、例の結果白隠し色2つできたら、問答無用で釣られへんかった方の乱して、で、まあ、よくわかんないけど、ならそうだし占いを、もう無理じゃん。抵抗不能じゃん。釣ります。こんな試合もあるよ。うん。だから3番さんが8番占って、1番さんが7番さん占って、もう4番さんも白置きしてください。本当だったら。人狼やったら負けでいいです。4番さんは白置きしてください。はい。3番に対する指摘もごもっともでした。2番、5番で、5番が4して、あ、よ。1番のプレイヤーが発言します。8囲ったかなーっていう感じですかね。まあ、わかんないけど、ね、8番さん初日ここ強かったけど、あの、2目は分からないで通したからね。勝ち筋ないからね。6番さんが騎士出すことには、俺はもう残念だけどね。絶対死ぬやんと思ったけど、8番がだって6は9って言ったけど。出ればよかったか。ああまあそういうことが俺を守るって言ってるから。4番さんにアンサーすると、俺がうわって言ったのは、当然突っ込むところがあったらそこ突っ込んでやろうと思って聞いてたけど、別になかったからね。なんか2番がなんか9番に突っ込めないのどうのこうのって言ってたけど、その辺ちょっともう一回教えてください。なんか9番おかしなこと言ったかなっていうところで、2番さんにはそれを求めます。うん、まあ、5番さんがなんか俺を擁護するような発言をしていたっていうのがライン切りなのかどうかわからないけど、まあでもやっぱり後半に二郎でしょって思ってますよ。8番さん見ますよ。2番のプレイヤーが発言します。はい、なんか9番さんに怒られちゃったけど、まあ多分9番さんが拾った8番さんの要素っていうのはちゃんと8番さんに言ってたんだろうと思います。僕は話聞いてなかったんだなと思いました。ごめんなさい。だから僕が1番さんに言った、9番さんにそこを拾えなかったのって言ったのは、僕の把握漏れによる、意味のわからない殴りだったっていう結果なんで、これがアンサーです。で、4番5番っていうのは正直よくわかんなかったんだけど、僕は2周目の7番8番がちょっと違和感あったなと、どちらも違和感あったなと思って貸した城なんだけど、僕は6番さんの発言の中で、1、3精査の話の中でね、1番さんがまあ前半白っぽいから後半に2郎いるんじゃないかっていう発言に対して、3番さんが、1番さんが、前半白弾きしたから、前半にいるんじゃないかみたいなを返答したと思うんだけど、別に3番さんって前半に二郎いるとは言ってなかったと思うんだよね。またこれ言ってたらごめんね。なんだけど、だから、6番さんのその要素取りって、なんか、無茶だなぁと思ったし、って思ったから、なんかそこに7番さん、8番さんっていうのは、7番さんに関してはもう6番さん最高みたいな感じで言ってて、で、8番さんも、なんか、8番さんも7番さんが本当にその、1番さんの後ろ先で白かどうかわからないのに、なんかこう、お互い、8番さんは7を白で見てるっていうのが、なんかすげえ違和感というか、探す気あるんかなって思っちゃった。3番のプレイヤーが発言します。これって村で置いてるの2番さんしかいないんですけど、9番さん2番さんにあなた話聞いてるんですかって言ってるけど、9番さんあなたも話聞いてないですよね。1番さん7白で私が8白ですよ。意味わからないんですけれども。で、6番さんも触れないです。で、4番さんに対して私言いたいんだけれども、1番さんが9番さんの霊能っていうのを疑わない目線から1番さんっていうのが人狼だと思うよって、9番さんの霊がわかってるんだよねっていう話だから、4番さんの私が1の狂人ってあるじゃんっていう視点は、私の発言とは全然もう関係ないから。
4番さんに言っとくけど。で、なんだ ?1 番さんの発言から、そのなんだろう。2、3、4、5、2から、なんだったっけ、二人狼見ますよっていうとこから、一番さんの相方として、二人狼潜伏してるか、あ、ちゃあちゃあちゃあ、一番さんが狼ありえるんじゃないんかっていう目線を落とすわけですけど。4番のプレイヤーが発言します。聞こえないね。これ聞こえないよね、多数いけってついてるか、それともいきなり俺の音止まった？どっちでもいいや、次の人の発言で全ての謎が解ける。4番にしれっと行こう。でもね、3、4ライン切りだったらどうしよう。ああ、もうそれはそれでもう事故だったと割り切って、もう次の試合行こう。5番のプレイヤーが発言します。あ、9番さんから2号の欄って言われたけど、現状話を聞いてて1周目もそうだけど2番さんには共感指導を得てるんで、まあ、4番さん今日話聞けなかったので、グレーから行くんだったら4番さんから行こうかなと思ってます。ただ発言でおかしいのは、私視点めちゃくちゃおかしく感じたの7年なんでかっていうと、まあ、2番4番指導置きするのはいい、まあ、消去法なのもわかるよ。ただ、理由を言ってくれないと私もアンサーを返せないからさ、なんで黒いって思われてるのかわからないのって、不当な黒塗りでしかないから、片白だけど、めちゃくちゃ違和感。あと、一番に関しては、なんか、私が一番擁護したみたいなこと言ってたけど、別に擁護してなくないと思って。3番さんに関しても、多分私の話の意図を汲み取ってもらえてなかったんだろうけど、3番さんが1番さんに、初週おかしいって言ってた発言って、1番さんさんが、あ、まあ、6番も言ってたけど、前半の方に黒が2枚見えないから、後半に2枚黒がいるんじゃないかって、1番さんが C 視点だったらそう思うくない？ 3 番さんは自分が狼で、後半に2枚、狼がいたらおかしいっていう言い方をしてるけど、一番さんが仮に死んだったら後半2枚って別におかしな発言じゃないから、そこが3番さんはおかしい。なんか占い師も片白も両方おかしい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから、え、私が悪人ですって、もう怒りますよ。ああ、4番が10枚だったら負けでいい。いいよ。知らないよ。ライン切ってるとかだったら。それはもう行けるかな。5番のプレイヤーが発言します。あと何言えばいいんだろう。さっき思ったことは言ったし、何も言うことないんだけどな。9、7、2、なんか、まあ、消去法もわからなくはないんだけど、理由を言ってくれないと本当に私もアンサーできないし、私村だから釣られたくはない。それだったら、
発言できてないし、多分これ放棄だから接続切れだよね。あったら4番さんに言ってほしいと思ってるくらいしか言うことないかな。まあ黒要素を言ってほしい。黒いと思ってするんだったら。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。八白ね、あれ、結果はないですか。サンバさん、結果、霊能さんも結果ないですか。聞かないということを何も言えないですけど。え、聞こえてます僕の声。一番さんが八白でしょ。じゃあもう 八番さん確定白じゃん。で、四番さん、四白か。やっぱ五じゃないですか、普通に。一番さんが、偽で、八番さんを確定白にするメリットないですよね。一真、三偽。で、黒が、五が二でしょ。で、三黒、終わり。で、いいんですよね。一番さんが、だって、黒で八を確定白にするメリット絶対ないもん。もう一真でいいんじゃないですか。で、三番さんが、結果張った？サンバさんどこを占ったの？
貼ってないよね。あ、そういうことでしょ。一死んで、で、五黒ですよ。もう、何も言うことないです。八番のプレイヤーが発言します。17周もありますよ。七黒とか持ってんじゃない。シャットが打てないとかあるかもしれないし。ちょっと待ってください。はい、そうですね。だからまあ3番さんチャット番起こってる現象があって、実は7黒持ってて、後で7黒出て驚かされる展開とかあるんじゃないですか。うん、俺はてっきりね、4黒です。4さんだったからもう諦めたのかと思ったけどね。だから7番さんのそのね、もうね、あのもう3、6と9が一番を真と思っている。このね、油断というか余裕というかね、心の慢心がすごく見えます。17なんじゃないかなっていう。まあわかんないですよ、3番の結果次第。玉がもう色も出しませんっていうならもう3ずりですけどもね。なんか17周に見えてるの俺ですか？俺だけですか？なので、25はわからないですよ。あの、俺は4番いったんだから、接続切れと同等だからね、4番いったけど、もうどうせ4番釣られると思ってほっといてましたけども。うん、まあこれで5番釣られるようだったらすごい村だなと思ってて、まあもう4番接続切れだなと思ってて、ほっといてでも4番釣られるからね。そうですね、まあ、なんだろう、これ、私の評価書17がしてるとか、パターンあるこれ。まあとりあえず、だって、3番の結果を聞かないと分かんないよ。うん。さすがに何も出さなかったらさすがに3釣りね。うん。9番のプレイヤーが発言します。正直4番さんがね、発言できなくても俺を5番釣りたかったんですよね。4番さん言ってること全て正しかったから。まず3番に言ったことが正しくて、なんで3番と5番が理解できへんのかってもう人外でしかないと思います。はい。4番の言ったことって覚えてます？ 3 番がその1番強靭でなんで見ないのって言って、うん、それがなんで4番がわからないっていう結論に至るのかわからない。3番と5番が強靭の方が見やすいやろ、1番3番視点強靭、1番強靭の方が見やすいやろって話で、はい、1番も一応あの占い理由を教えて2番に投票した理由と、まあ7番は、だから5番に投票できてるから割と俺正常な人間やと思ってるんやけど。はい。あと何やったかな？もっとなんか5番おかしいなと思ったことあったんやけど。なくはないけど。うん、4番発言できんの痛いな。絶対もう、絶対村置きして、もう、絶対村置きさして、うん、25から冷たかった、マジで。マジで冷たかった。ああ6番が1番あの守ってて俺が言ったから6番勘だよな、狼は。まあ、とりあえず1番の占い理由を教えてください。1番のプレイヤーが発言します。まあ、俺言ってんだけどな。俺言ってるんだけどね。8番を占うよって言ってるし。言ってるんだけどな、その理由も言ってるよ。1周目は良かったけど、2周目分からないでどうしてたからねって言ってるし、うん、で2番の理由っていうのは、まあ、2番ふわついてたし、それも俺結構2番さんに俺に言われてるのを聞いてると思うけどな、うん、5番さんに関しておかしいなと思って、おかしいっていうか変だなと思うのは、7番に対してなんかこうなんだろう、違和感とかって言ってたけど、違和感っていうのは、7番が5番を叩く理由がないっていう、それでしょ？なんか理由を言ってもらわないとっていうのは違和感が繋がらないと思うけど、俺を擁護したつもりがないとかっていうことを言われると結構、えもっけが出てしまって2番に行きました。だけど4番が発言しないから4番行きましたってところですよ。3行ってね。2番のプレイヤーが発言します。現状3番さんの発言もこの後聞くんですが、1番さんの2番投票の理由っていうのは、いまいちよく分かんなかったなと思いました。
5番さんにまあそれをなんか言われて、でどの子のなんやかんやあって2番に言ったみたいなこと言ったんだけど、結局何が言いたいのかよく分からなかったですね。あ、別に僕1番さんに昨日アンサーしてますし、何が1番の発言聞いてると思ってるのかもいまいち分からなかった。昨日僕は5番さんに投票した理由ですが、5番さんの発言っていうのがなんとなくちょっと2番の評価集なのかなって思って、まあ、4番さんの発言なかったんですが、まあ、なんとなくローメがあるのは5番さんの方なのかなと思って、これは9番さんも拾ってましたが、4番さんの、3番さんに対する1番の、強否定というか、ローメというか、だったんですけど、確かにまあ1番さんっていうのは強めの方が1周目の時点ではあったかなと思ったので、まあ、4番さんはその辺まとわったから、まあ5番さんに行ったっていうのもあったんです。まあ、発言がない4番さんを残して5番さんがもし仮に村で釣られてってなった時に、 あまりにも5番さんが浮かばれないなと思ったのもあって、まあ、4番さんに行ったんですが、で、まあ、僕が思ってるのは、まあ、17ロロかしらと思っております。まあ、もしくは、1強5、7ローの昨日7番さんが5番さんに堅くなに言ってるっていうのがライン銀なのかなとか、まあその辺ぐらいで見えておりますというところですかね。以上。3番のプレイヤーが発言します。おはようございます、7白です。打てなかったです。なんかバグですね。7番さん白です。7番さん占った理由としては、7番さんっていうのは6番さんが言うなら間違いない一心だねっていう部分があるからね。7番さん占って白でした。あと9番さんも4番さんも私の発言から理解してないなっていうのはよくわかりましたね。1番さんっていうのは9番さんから霊能って出てきた時に疑いの目線がなかった。私は他にいるんじゃないのかっていうふうな持ってたから、1番さんっていうのは9番さんの黒じゃない。霊能っていう白っていうのがわかってるから、1番さん、はい、霊能ねって納得したんじゃないか。だから1番さんって狼なんじゃないのかっていう目線を持ってる。その発言も残してるから、1番さんを強人で置いてないよ。で、その5番さんも勘違いしてるけど、別に1番さんが6、7、8っていうのを狼で感じてないから、2、3、4、5に2郎いるんじゃないかって言って、私は強人、1番さんが狼で強人と狼がいるんじゃない。5番のプレイヤーが発言します。7白なの？絶対1、7だと思ったんだけど、あの前、占い結果出る前って、私視点ってもう1、7か3、2でしかないなと思ったから、まあ、強人を差し置いて。そうか、じゃあラストウルフ2番なんだ。なんか2番さんに評価集とかって言われたけど、別に評価集する気はさらさらなくて、ただ2番のその指摘自体は私も、共感を得たから共感しろかなって言っただけで、何も評価集はしたつもりはないんだけど、そうなの。じゃあ2番が1と3どっちでつながるかだよね。難しいな。すでに発言でおかしかったのは7番さんなんだけどな。7白結果、7、8白白なんでしょう。4番も白だし。3、1の精査か。3番さん、最後まで発言聞きたかったけど、1番も1番で結局、これ難しいな。結局どこが最後黒かっていう結論までは言ってくれなかったからな、1番さんも。もうちょっと悩んでどっちかに投票します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移り、私が悪人ですって、もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。まず 6番さんに言いたいのは、自分は占い師、霊能の真偽つけるのが得意だっていうのは一生言わない方がいいかなって思いましたね。9番さんはやっぱ感情ですか。
私の1番さんの精査が間違ってます？私は9番さんが霊能って出た時に、他にいないのかなって思いましたよ。でも1番さん納得しましたよ。はい、9番さん霊能ねって。あなたの色が分かってるからじゃないですか。これ5番さんも結局、って言って。5番さんですか？ 2 番さんって割かし村かなと思ったけど、1番さんの2投票って身内切りですか？ 5 番さんって1番さんも結局言ってくれなかったしなって言いながら、じゃあなぜ私に投票なんですか？じゃあ私が狼なのなら、あ、そういう発言にやめとこ。7番さんに黒でって出せばいいんじゃないですかって思いましたけどね。7番さん白ですよ。8、7、白、それしか残せないっていうか、もう村負けじゃないですかね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。はい、ゴシロです。ほら、2番さんじゃん。俺別に理由はだから言ってるんだよ。ふにゃふにゃっていうか、もう言ってしまえば、なんだろう、245で、2号っていう話をしてたよね、9番さんが。で、5番さんに、こう自分の眠気が走ってしまって2番さんにいたっていうことね。だから、まあ、不当と言われりゃ、不当と言われてしまうから、ふにゃふにゃっとしたらそういう風な感じです。まあ、そういうことです。以上です。2番さんつっておしまいです。いいですか？いいですかね？2番のプレイヤーが発言します。あー、1番さんやっぱり偽っか。いやー、そうか、昨日占いランだったんだね。あー、結局どっちの2号ランなのか1番ランなのか。そっか、まあそっか、占いランだったのか。あー、まずその判断を間違えてしまったところに僕の非があるっすかね。申し訳ない。これ、4強落ちてなかったら、8、7、どっちか強人がいたら、もう PP なんですけど、これは1、5、ロー、ロで、4強人にかけてこれ1、5落として勝ちたいなって思ってるんですけどね。そうだな、白アピすると、昨日僕は、1強5 7ローローとか言ったんですけど、それ人狼で言いますかぐらいしか言えない。5番のプレイヤーが発言します。これ2 3ロー7強でしょ。2 3ロー7強だろ、絶対7番。だって昨日の投票おかしいじゃん。普通に強アピでしょ。7番はで、2番はちょっと勝利を急いだ狼、そういうことだと思います。まあ、投票が全て物語ってると思うので、まあ、今日は絶対2番さんに入れてくださいとしか言うことがないかな。まあ、私視点って2番が確定黒なのは分かってて、2か3か、はたまた2か1か。で、まあ、どっちがつながるかっていうと、まあ、3番さんは終始2番さんに対して、この人絶対村だからっていうような発言を残してたから、まあ、1か3、どっちがつながりやすいかなって考えたときに3かなと思って3番に行きましたね、昨日は。はい。ってのが投票理由です。はい、2番いって終わりましょう。7番のプレイヤーが発言します。もう5番さんがさ、俺をあれしてんのはさ、もう感情論だから、もう理由も言ったしさ、それで、まあいいや、あなた全然黒いちゃいけなかったよね。もう自己弁護ばっか。で、なななななななって言ってる。もうあなた、あの段階で言ってるのってさ、そういうことじゃないじゃん、言わなきゃいけないことって。だからもう感情論だからいいよ。5番さんもちろん、市民だったらさ、まあ、もうごめんねっていうだけの話だから。だから釣り順だよね、俺ね。で、
俺8番さん言ってることになんかコロコロ変わるが巨人もあったかもしれないし、でも5番さん目線8でも7の巨人でもどっちでもいいでしょ、黒釣りも勝てるんだからさ。だからもう一進進行だから、普通に 2釣ろうよ。ただ俺がちょっとと思ったのが3が俺にさ白出したからさ、で8番さん言ってたよね、ってあんじゃないのって。でももうだから2人確定白になっちゃったからもう2釣り、2釣りでいこう、釣りいいよね、もう一進進行なんだ、よろしく。2番8番のプレイヤーが発言します。うん、今の発言で村でしょ、7番。うん、1だよ、1号だよ、これ噛まれてない。2番の1なら3番噛んでくる結果見せるよ、ならこれ1号だよ。まあ7番の発言で村でしょう、だから4番強人なんだろうな、うん、か2番強人なんだろうな今ので。まあ7番に1って7番に決めてもらいたいけど、2号好きなところ、俺が噛まれると思うけど、俺が鋭すぎて1号にとって脅威の私を噛むと。で7番の方を残して2号精査で5番が2番に釣らせて勝つっていう、もう見え見えですよ。もう悪いんだけどさ、6番9番多分違うと思ったよ。1番が噛まれてないのがおかしいよ。ここまで言ったら1と噛むでしょ。うん、9番が噛まれてることだよ、だから1号。2番が5番投票なんてわけわかんないことしないでしょ、2ならが。うん、だって陣外だったら投票するはずだから、1か3に。だから2ならって村寄りなんだよ。4番強人で占いもらおうと思ってやっちゃったら、陣か狼かわからんままっていうことで、で1号なんだよ。うん、投票見ればわかるよ。1番はひたすら5番に行ってない。今日は1釣り一択。これかまれ7番が決めればいいんだよ。まあそういうゲーム、俺が鋭いからまあ噛まれるでしょ。私が村代表として6級に任せてらんねえわ。もう1号のスケスケの1号じゃんこんなん。私は1号を打って勝ちたいです。以上です。1番いきます。全プレイヤーの発言が終了。え、私が悪人ですって、もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。邪魔をするなよ。8番ここへ来て2番つっときゃ終わるのに。2番つっときゃ終わるんだよ、俺が死んだから。なんでこういうことになるのかな、なんでこういうことになるのかな。もう浮かばれないわ。6番も9番も怒るぞこれ。でも誹謗中傷暴言なしね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。あの噛んでくんね7番でも5番か2番噛んでくんね狼。そしたら7いきゃ終わるじゃん。ああ俺とも俺村だと思ってる、あの発言して。さすがに村だったら俺2番行くわ。夜が明けました。昨夜はめんどくせえ、いやかめよ。発言ターンに7番のプレイヤーが発言します。いやごめんなさい、すいませんでした。じゃあ2番投票で、すいません。8番のプレイヤーが発言します。あの狼に言っとくけどさ、俺強人じゃん。もう発言聞いて4人場面だと7いって、7狼は PP できるから。2番5番どっちか分かんない。できたらね、俺強人と見抜いたらね、7噛むか2、5の村を噛んでくれればもう俺3人場面にしてくれれば地釣りできたんだよ。7番って強人使用してないし強人じゃないよね明らかに。だから今日7つって3人盤面だと地釣り可能なんだけど、4人盤面ね、俺に投票集めると、狼と俺で決戦投票上がり、村と7番が投票権握るから、狼負けるんだよ。4人盤面は村をに入れなきゃいけないんだよ。7番は強人がなかったよね、今の発言で。2号の狼に言っとく。うん。だから今日7行って。
明らかに1釣りをして、ロラしない、ロラした方が俺勝ち確だから、2とこの狼わかんないから、さっぱり。うん、7番誘導できてよかったよ。さすがに俺もう強人だから、もう。うん。7番行って。うん。4人盤面は、村に投票を合わせないと、狼が負けます。わかるかな ?4 人盤面にわざわざしてるってことは、わからないのかな俺の強人が。3人盤面にしてくれればありがたかったんだけど。7の強人もおったの?まあ、7に行って。そうすれば PP で勝ち。4人盤面は村に行かなきゃいけない。ただ俺2号の精査がつく、わからない。ただ7番だけは確定村。なぜ強人しようないから。だから7番に票を陣外は集める。それしないと負けます。7番に合わせてください、狼は。以上です。はい。2番のプレイヤーが発言します。ああ、8番さんが強人ね。ああ、まあまあ、強人目線はね、あそこで2位するよりも、1号どっちか落として、まあ、占いで残ってる方を落として、噛まれずに、PB 持ってった方が勝ち確だからね。うん、確かに8番さんが強人ならば納得のムーブだなと思いながら聞いてて、遺言で強人しようっていうのはかなり8番さんの強人っていうのはしっくりきました。で、7番さんはなぜか2に行くってここでさ、誰かを噛まない狼だからマジで俺心配なんだよ なんでかなって噛むんだよ。もうこれ7が強人しようない時点で7神か2号どっちか噛んで犯人盤面はい終了なんだよ。いや俺の村まで追ってんの嘘でしょ。狼使用した方が4人盤面すれば勝てると思ってんでしょ。確かに8番4人盤面って村に移らなきゃダメだよ。7番行ってくれないと、もう俺言ったからね、こんなに丁寧に。何もう処方の処方について。まあ、7番さんに集めるっていうのは確かに人外としてのムーブとしては正しいんだろうから。まあでも僕は諦めないから4番さんの強人にかけて、7番さん、8番さんが村人なら5番さんに入れてほしい。あまあ、いや何考えてんの？576いや、オオカミがもうこれでわからないが、オオカミがいたらもう俺も知らないからね、もう。いや、もう4人盤面にするオオカミだもん。普通3人盤面にするよ。本当に評価集だったんじゃない？これもう泣いてるわ。普通3人盤面にするわ。5番。もう言ったこと守らない人はもう俺知らない。それに関しては本当に評価集でも何でもなくて、2番さんに関して1級への精査っていうのがすごい真っ当だなと思ったから2番さんは白く感じてましたよっていう話。まあ、ただ7、8、白、白結果だったことからおのずと私視点っていうのは2が黒確定になるから、まあそういう話を言ったっていうだけですね。はい、まあそれだけです。なんで8番さんが強人じゃないことをかけて2番さんに投票してください。しか言うことないかな。はい。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのかな。よし、終わった。1号だったんだ。投票が終了しました。3番真の可能性があったから。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。すいませんでした。夜が明けました。いや、村ピもう狼 PP やった。人狼に気をつけてください。1号だったんだ、やっぱり。マジ精査してしまった。1番がね、5番に来ねえから。ただね。なんか3番真の予感があったけどね。うん。だからね、6番、9番。アザスアザス一周目だけじゃ分かんないんだよ、占い師って。手伝ってあげてもいいわ。奇跡の4番、奇跡が起こったわ。奇跡の4番の発言ができなくなった。負けゲームだったじゃん、こんなの。夜が明けました。5番釣られて。昨夜は、一名の方が負けゲームだったけど、4番の接続切れが2番ゲーム終了起こした。人狼陣営の勝利です。4番